さあ始まりました週刊インフェクテッド。今週でもう2304回目になりますね。こいつはいきなり何言ってんだ。この番組は講師の私、霊夢ちゃんとみんなのお友達のマリッペにインフェクテッドの楽しさを知ってもらう番組です。その呼び方やめろ。インフェクテッドは早い話が鬼に倒されると、倒された人も鬼になってしまう鬼ごっこ。隠れるもよし、逃げるもよし、倒しに行くもよしな感じのルールですね。さあ、最初の鬼のカウントダウンが始まりました。これ自分が選ばれるときっついんだよな。なかなか敵を倒せず、仲間が増やせない。増やしたと思ったらその仲間が途中抜けしていく。そんなこともありましたが私は元気です。強く生きてください。さあ最初の鬼が決定。闇のゲームの始まりだぜ。そんな恐ろしいもんじゃねえだろ。何言ってるんですか？やるかやられるかの闇の勝負なんですよ。それ、普段からやってることと変わらなくね？ということは私も闇のデュエリストだったのか。やだー。どうしよう。今やってるジグソーパズル完成させたら別人格とか出てきたらどうしよう。ふっはー。よく反応できたな。正直言うと、びっくりしてコントローラーギュッてしただけ。運が良かっただけかよ。まあ、運も実力のうちですしね。っていうか割とびっくりすると持ってるものギュッてしちゃう人多いらしくて。ああ、わかるわ。あと、サーチとか残りが私一人になってドキドキしてる時とか。強く握っちゃいますよね。やばいとかびっくりした時に持ってるものを強く握ってしまうのって、子供の頃にどれだけ自転車に乗ってたかで変わるんですって。ああ、自転車でブレーキかける時握るもんな。そうそう。それと同じ原理で癖が抜けてないと握ってしまうんですよ。はあ、なるほどな。ちょっと面白い話を聞けて満足だわ。っていう話を今思いついたんですけど、本当なんですかね。電源撤回だわ。切れそうだわ。まあ、落ち着いてくださいよ。本当だったらどうするんですか？殴る。意味わかんない。そして豚骨やらネギやらと一緒に弱火で長時間煮込む。やめて、美味しいスープになっちゃう。そのスープで美味しいラーメンを作る。いつからラーメン屋の話になった？今はインフェクテッド中だぞ。だって全然展開変わらないじゃん。まあ見てろって明治ブルガリアヨーグルト。鬼がもう少し増えれば、キルも必然と増えていって、最終的にはニューク出してこの動画の締めにするんで、まっさかカーニバル。そんな祭りは存在する。さあここからバシバシキルを重ねていきますよ。逆にやられるだろうなって。このインフェクテッドの天才である私がそう簡単にやられるとでも？じゃあまあ100歩譲ってインフェクテッドは天才でいいです。100歩譲らなくても天才なの。ああじゃあもうそれでいいんで、とりあえず落下するのはいつもと変わらないんですよね。ああ、く。まさかこんなところに伏兵がいたなんて、伏兵でもなんでもないだろ。いつも通り。そうは言いますけどね、毎度毎度落下するこっちの身にもなってくださいよ。いや、落ちないように努力しろよ。なんでだろう。努力しても、落ちるんだな。なんだよその適当な潜入は。っていうかいろいろひどい。なんだいつも通りですね。聞いてて悲しくなるからやめろ。っていうかですね、最近夢で落ちる系のものばっかり見るようになりまして、この前はビル、その前は山、さらにその前は落とし穴でした。で、落ちたその後はどうなるんだ？パターンによって様々ですね。ビルの時は急に唐揚げが食べたくなって、気がついたら確か遊園地にいました。意味わかんねえ。夢ってそういうもんでしょ？もしかしたら今こうして動画の編集してるのも夢かもな。それかなりの悪夢なんでやめてください。朝起きたら編集が1ミリも終わってない。やめろー。録画したと思ったのも夢でした。やめろー。っていうかこれ視聴者には伝わりませんよ。動画投稿してる視聴者ならワンちゃん。よくよく考えたらワンちゃんも伝えたくないよ。ってあらら、こんなところに戦術マーカー、これはガン待ちするしかねえな。おいおい、そんなよそ見してたら逆にやられるんじゃねえか？むしろ逃げられましたわ。逃がしたの間違いじゃねえの？そういう言い方もできますねえ。むしろそういう言い方しかできない状況だったと思うんだが。それよか、鬼がだいぶ増えてきたので狩りのチャンスですよ。これでワンキルゲットだぜ。何をゲットだって？ええー、ちょこまかと。っていうか今の当たっただろ。なんだこのショットガン、バレル曲がってんのか。むしろショットガンであそこまで外すお前がすごいよ。そんなこと言うなよ。照れるじゃんか。褒めてねえんだよ。さあ、味方も固まっていて人数もこちらが有利。このまま連続キルを狙っていきますよ。おいおい、そんな単独で前に出たらいい的じゃねえか。的？この私がナイフごときにやられるとでも？はい、一名様ご案内。我がショットガンの前では全てが無力。え、何が何だって？上から降ってくるなんて聞いてないぞ。卑怯だ。ずるいずるい。どう考えても銃持ってる生存者側の方がずるいと思うんだが、くそ。私の完璧な計画が、誰がどう聞いてもガバガバ計画だったと思います。まあいい、感染者になった以上やることは一つ、一人でも多くこちら側に引き込む。生存者からしたらはた迷惑な話だ。狙うは先ほどまで待機していたマップの端っこ。待ってろよ生存者、死神霊夢ちゃんが抹殺しに行ってやるぜ。いつから死神になったんだよ。生存者発見、まずは投げナイフで牽制しておきましょう。風向き、角度を計算して、なぜだ、なぜ当たらん。こういうのって適当に投げた方が割と当たるよな。投げナイフが当たらないならこの死神の釜で葬ってやるぜ。当たらナイフ。まだだ、まだ終わらんよ。やったぜ、さらにもう一人。そうは問屋が下ろしません。くっそ、もう一回だ。
っておっぷえ、バカ目が、ガン待ちなどするからそうなるのだ。先ほど同じことしてましたよね。私はやられてないからセーフ。さて、あと一人は一体どこに。どっかその辺に隠れてるんじゃねえか。うつれ、来ました。しかも真後ろ、これはもらった。待ってたよ生存者。見事に外れましたな。まだだ、まだ終わらんよ。なんか言えよ。なんも言えねえ。まあ、あそこで落ちてしまうあたりさすがだなって。私わかります。これは褒めてない。誰でもわかるわ。さて、マリッペ、インフェクテッドはお楽しみいただけたかな？最後落ちたのでとても楽しかったです。判定基準がおかしい。まあ試しに一回くらいはやってやろう。というわけでご視聴ありがとうございました。